ロールトップデスク机は読書や文書の作成、各種の事務などに用いられる家具の一種、テーブルに似ている。物を置いたりするのにも使われる机は、書斎や仕事場にあって、その上で本などの文章を読んだり、ペンなどの筆記具を用いた原稿の執筆、コンピュータのような複雑な機器を用いての作業に使用するために設置される。古くは、 ふ机くえという言葉があるように、読み書きをする、足のついた、台の意味に使われることが多いが、拓など、日本語化したテーブルなども含めた総称として、用いられることもある。日本では、机及び、テーブルとして、家庭用品品質表示法の適用対象となっており、雑貨工業品品質表示規定に、定めがある。机は安とも称され、机とは机を意味し、 玉案とは、机の美小である。また、神社や、神式の儀式などで用いられる机として二段案や三段案、玉串案がある。看板の材質については、天然木、プリント紙化粧合板、合成樹脂化粧合板、天然石、ガラス、合成比較等がある。収納部、はじめ置き部として、本体の木下に収納棚や引き出しがついている種類や、 机上棚がついている種類もある。また、木下の左右の端に寄った位置に袖引き出しを取り付けている種類もある。袖引き出しには、片側のみに袖引き出しがある。片袖机と両側に袖引き出しのある両袖机がある。収納部分について、可動式の脇机となっている種類もある。また、脚部を覆う板として、幕板がついているもの。 非常に仕切り状の板が付いている種類もある。この他机の付加機能として照明符やコンセント付けなどがある。また、デスクマットを敷いて用いられることもある。用途と目的によって様々な種類の机がある。事務机でも、片袖、両袖のものから、右上の写真のようなロールトップデスク、人の背丈ほどの収納棚と一体化し、 棚からテーブルを引き出せば書き物机になるものなどがある。また学生用の学習机はアニメキャラクターの絵などが奥板にデザインされ、読書用の蛍光灯スタンドが一体化されていたり、椅子は成長に合わせて高さの調節ができたりする工夫がなされている。しかし、このような子供文化的な装飾を取り去った子供用学習机もある。子供の学習にもコンピュータが 学習教材として入り込んでくるようになってきたためで、ある。あるいは、二人が並んで、もしくは向かい合って同時に、仕事のできる、パートナーデスクや、コンピュータ、プリンタなどを使用することを前提とした PC デスク、和室での読書用の座机、あるいは書道机ともいうものなど、様々なタイプのものがある。全近代の日本の戦場では、将棋の上に置きたてを置いた。 将棋机が用いられた。昭和時代の学校用机小学校、中学校、高等学校、塾などの教室で一般的に用いられる机は、後半の天板にスチールパイプ製の足とそれを補強する足掛けを兼ねた横パイプを設け、天板の下部に物入れとなる鉄製の箱がある形のものが多く使われており、足は固定式の他可,可動式の製品もある。 大学などの講義室や行動では、数人が並んで座れる横幅の机に固定式あるいは半固定式の椅子が取り付けられているものや、椅子に簡便な折りたたみ式の机がついているものが多い。ありがとうございます。